君の街沖縄。
前チャイム上げろ。Yeah!
今日のアムステルダムアレーナはサッカーにはもってこいの天気に恵まれました。実況は西岡明彦、解説にはジュビロ磐田の黄金期を支えた福西崇史さんもお迎えしています。アヤックスがバルセロナを相手にします。フレンドリーマッチとはいえこのカードを楽しみにしていました。どんな展開になるのか早速見ていきましょう。リオネル・メッシに注目が集まりますね。今日はどんなプレーを期待されますか、福西さん。この人は期待以上のことをやりますから楽しみに待っていましょう。ヨハン・クライフ・アレーナの開閉式の屋根は太陽電池パネルを使用しており、天候に応じて屋根を開閉したりサッカー以外のイベントにも対応できるように設計されています。まあいろいろな目的に使えるのは便利ですけどね。こちらがホームチームの先発メンバーです。こちらがバルセロナの先発メンバーです。今日の陣形は一般的な 4-3-3 です。ウイングの位置の選手には攻守に貢献が求められます。キックオフ、アヤックスがボールを動かします。マルティネス、ドゥシャン・タディッチ、マリン、ロゼア・マズラビ、仕掛けてくるのか、スペースがある、タディッチ。このシュートはバーに阻まれました。ピケ、ブスケツ。福西さん、今日のアウェーチームはポゼッションを維持しつつ三角形のフォーメーションも維持したパス回しで知られていますね。チャンス来た、ポストに弾かれた。このシュートは枠、キーパーが余裕を持ってボールを抑えます。完全にゴールだと思ったんですがラッキーでしたね。ロゼア・マズラビ、ドゥシャン・タディッチ、何をしてくるのか。パス、さらにパス、ショートパスをつなぎ相手ゴールへの道を探っています。タディッチ、さあリードできるか。見事なタックル、ボールを取り返しました。このパスはカットされました。さあどうする、ネレス、これは見事なインターセプト。ジョエル・フェルトマン、ロゼア・マズラビ、フォワードに低い位置で渡します。ここで勢いが止まってしまいました。ディフェンダーの裏を取るプレーを好む選手ですが少しタイミングが早すぎたか。バルセロナパスをつなげない。ドゥシャン・タディッチ、マルティネス、
マリン、ここから狙うのか、ここからどうするのか、リードを奪えるか、ポストに当たって決まりました。ゴールです。ポストに当たって入りました。あれではキーパーも届きませんね。思い切って狙ったのが良かったのでしょう。別の角度からご覧ください。さあキックオフ、試合はアヤックスがリードしています。メッシ、メッシはサイドに持ち出すでしょうか。ファーポストにクロスが上がった。ボールがこぼれました。クリアできるか。ハキム・チェーク、マルティネス、ノゼア・マズラビ、狙える位置です。チャンスにできるか。ドニー・ファンデベーク、スペースに出したボールがグリーズマンに渡る。これはスルーパスか。守りきれるか。バルセロナ、同点に追いつくチャンスを逃してしまいました。これ以上ない決定機でした。もったいないですね。マルティネス、自在にパスを通していますね。ドゥシャン・タディッチ、ハキム・チェーク、ボールを回しますがなかなか崩れません。うまく読んだインターセプト。ドニー・ファンデベーク、ブリント、この選手が支点となってパスを回しています。ドゥシャン・タディッチ、ここはボールを奪いました。いい読みでしたね。バルセロナがボールを失いました。低い位置でボールを受けました。ドゥシャン・タディッチ、このパスは簡単にカットされました。このロブはキーパーに渡った。前半も残り時間を意識し始める時間帯に入ってきました。福西さん、チームは相手を追う展開が続いていますね。はい、まあこの点差なら後半に追いつき逆転することも可能でしょう。後半は本来のバルセロナらしさを見せてくれるんじゃないでしょうか。スアレス、バルセロナのコーナーです。ここで追いつけるでしょうか。ショートコーナーです。グリーズマン、スアレスが持ちます。フレンキー・デヨング、デヨング、これは痛いシュートミス。いやー決められませんか。マリン、ニコラス・タグリアフィコ、ブリント、ドニー・ファンデベーク、ノゼア・マズラビ、ハキム・チェーク、マルティネス、ここで一旦ペースを落としてボールを落ち着かせます。前半終了です。スコアは1対0、リードは1点です。メッシがうまく試合に入れていません。
この選手ですからもっと活躍を期待してしまいますよね。何かあったんでしょうか。この選手にはもっと積極的なシュートを期待したいですね。ちょっと得点の機会を作れていませんし、ビハインドですから。キックオフ、アヤックスがボールを動かします。ここから狙うのか、ここからどうするのか、リードを奪えるか。さあ後半です。バルセロナは追いつけるでしょうか。ナキティッチ、セルジ・ロベルト、これは見事なインターセプト。ドゥシャン・タディッチ、ニコラス・タグリアフィコ、マリン、ドニー・ファンデベーク、ボールは相手に渡ります。バルセロナパスをつなげない。このパスは読んでいました。ダレイ・ブリント、ファンデベーク、ショートパスをつなぎます。どこから攻めるでしょうか。ファンデベーク、いい位置です。ファンデベーク、これは見事なパスカットです。ここはクリアします。メッシ、ラキティッチへ。ラキティッチがここはドリブルに入ります。最後は1対1となりましたが、キーパーがスーパーセーブを見せました。よく反応しましたね。ビッグチャンスだ、メッシ。バルセロナ同点の決定機を逃してしまった。痛いミスでしたね。これは悔やまれるプレーになりました。ここでカードを切ってきました。チームへの活性化となるでしょうか。ドニー・ファンデベーク、マルティネス、ドゥシャン・タディッチ、マリン、危険な位置です。緊張感が増してきます。素晴らしいスキルで抜いてきます。ゴールです。これで2点リードするゴールが決まりました。かなりきつい状況になりましたが、まだ追いつくのは不可能じゃありませんよ。見事な得点です。守備の裏をつきました。一瞬の隙を見逃しませんでした。素晴らしいフィニッシュですね。この角度からも見ましょう。グリーズマン、鮮やかなインターセプト。コースを予測していたんでしょうか。ダレイ・ブリント、ドゥシャン・タディッチ、マリン、ジョエル・フェルトマン、ツィエク、ボールをドリブルで運んでいます。マイナスにいいボールだ。決まった、アヤックスのゴールです。試合の内容も傾いていたと思いますが、このゴール、得点の開きも大きくなりました。ええ、チームに力の差があるのは一目瞭然です。ちょっとワンサイドになってきましたね。かなり一方的な試合展開です。
メッシ。スアレスのオフサイドです。バルセロナの選手交代です。ダレイ・ブリント、マリン、ジョエル・フェルトマン。前の選手が低い位置でボールに触りました。しっかり見えています。危険なスルーパスでしたがキーパーが好判断。フラッグが上がっています。オフサイド。ブリント、このミスは痛い。相手にパスを出してしまいました。さあどうする。低いボール、うまく読んだインターセプト。試合終了を意識し始める時間帯に入ってきました。福西さん、チームは未だ相手にリードを許したままですね。はい、苦しい状況ですがバルセロナの選手たちはまだ諦めていません。この後はさらにペースを上げてくるでしょうね。素晴らしい読みでインターセプトしました。スアレスのスルーパス。オフサイドの判定です。結局ここまでずっと一方的な内容で試合が続いています。ドゥシャン・タディッチ、ここからどうするのか。ファンデベーク、ベレス、ビダルがカットします。ピケ、ダレイ・ブリント、ドゥシャン・タディッチ、何を狙うのか。タディッチ、何かしてきそうですが、ベレス、狙える位置です。タディッチ入った、ゴール決まった。アヤックス、最後まで集中力を切らしませんね。試合はほぼ決まっていますがまだ点を取りに行きます。素晴らしいですね。この得失点差が後々に効いてくるかもしれませんよ。残り時間が少なくなってきました。厳しい展開になっています。クレマン・ラングレ、メッシ、おっとボールを失いました。ホイッスルが吹かれて試合終了となります。両チームとも積極的な、スタジアムは素晴らしいコンディションになりました。今日の舞台はアムステルダムアレーナです。実況は私西岡明彦、解説席にはボランチ専門講座を執筆された福西崇さんをお迎えしました。アヤックスがバルセロナと戦います。なかなか面白いカードになりましたね。両チームがどういう戦略で戦ってくるのか、まずは前半から見ていきましょう。仕掛けてきました。チャンスになりそうです。こちらがホームチームの先発メンバーです。ジョルディ・アルバ、スアレスがゴールに向かう。チャンスにできるか。
シュートは枠を外れます。イメージとは大きくずれてしまいましたが、こちらがバルセロナの先発メンバーです。今日の陣形は一般的な 4-3-3 です。ウイングの位置の選手には攻守に貢献が求められます。ボールは相手に渡ります。素晴らしいスルーパス。この攻撃は実を結びませんでしたね。ノゼア・マズラビ、ドゥシャン・タディッチ、ブリント、ジョエル・フェルトマン、いい形でゴール前まで持ってきました。ドニー・ファンデベーク、ここから狙うのか。ファンデベーク、ロゼア・マズラビ、ファンデベーク、さあどうする。セーク、いい位置です。マルティネス、キーパー弾く。ボールを入れました。ここはゴールキーパーの好判断。セルジオ・ブスケス、ドゥシャン・タディッチ、これはよく見ていた。いいパスだ。ここでこの試合最初のゴールが入りました。勢いづいてきましたね。この先制点を大事にしていきたいでしょう。最後はキーパーも防げません。はい、自分でシュートを打ちに行く選択肢もありましたが、確実にパスを選択しましたね。センターサークルから試合が再開されます。アヤックス、リードを守れますでしょうか。デヨンク、アントワーヌ・グリーズマン、バルセロナパスをつなげない。プレッシャーを感じてません。ネルソン・セメド、ニコラス・タグリアフィコ、ダビド・ネレス、ノゼア・マズラビ、ジョエル・フェルトマン、入ってきたぞ。ゴールを狙う。ゴールです。これで2点リードするゴールが決まりました。かなりきつい状況になりましたが、まだ追いつくのは不可能じゃありませんよ。最後は上がっていったディフェンダーが決めました。見事な判断です。相手の守備陣に少し混乱が生まれたかもしれませんね。ブスケス、ピケ、リオネル・メッシ、メッシのパスはカットされました。アンドレ・オナナ、カウンターのチャンス、ここは決めたい。狙える位置です。シュートを狙う。止める、止めます。デヨンク、アントワーヌ・グリーズマン、グリーズマン、これはもう間違いない。スアレス、いい流れで来てますから、この機を逃さないようにしないといけません。ノゼア・マズラビ、ドニー・ファンデベーク、ショートパスをつないでリードを守っています。
ジョエル・フェルトマン。パスが通ります。ゲームを作るパスが光ります。これは見事なインターセプト。セルジ・ロベルト。メッシ。メッシがボールを奪われました。ハキム・ツィエク。ロゼア・マズラビ。タディッチ。マルティネス。このボールは決定的。攻撃を組み立てられません。さあカウンターで一気に行きたい。セルジ・ロベルト。メッシ。スアレス。ディフェンダーがうまく読んでいました。メッシ。スアレス。これは見事なパスカットです。絶妙なパス。前のスペースを狙う。これは危ない。入りました。試合はまだ中盤ですが、さらに点差が開いてしまいました。これで2点差です。この点差を埋めるのは簡単ではないですよ。いやー、これは意外な展開となってきました。シュート数で完全に圧倒しています。そうですね、戦術がうまくはまっているんじゃないでしょうか。デヨング。ブスケス。ピケ。メッシ。セルジ・ロベルト。リオネル・メッシ。バルセロナが入ってきました。いい形です。ここで前半終了の合図です。前半の結果はちょっと予想できませんでした。残りは45分。バルセロナがボールを動かします。デヨンク。クレマン・ラングレ。ラキティッチがボールを失いました。タディ、走り込んだ味方にスーパース。タグリアフィコ入った。ゴール決まった。アヤックス。追加点を決めました。守る側が気持ちが切れてしまっていますね。集中しなければいけません。別のアングルからご覧ください。チーム力の差が出てしまっているということでしょうか。デヨンク。アントワーヌ・グリーズマン。ここはグリーズマン、縦をつくでしょうか。グリーズマンのクロス。このパスはカットされました。点差を縮めたい場面でしたが、ゴールを決めきれません。ブリント。またパスが通ります。ここのラインが今日はすごくいい関係です。ファンデベーク。マリン。デレス。ボールを前に運びます。何をしてくるのか。ひとまず前に出しました。バルセロナが選手を交代します。ロゼア・マズラビ。ファンデベーク。タディッチ。これは見事なインターセプト。ラキティッチ。メッシへ。メッシがゴールに向かう。クロスを低く狙った。ゴールキーパーの果敢な前進でした。ボールをしっかりとキープ。これはいけません。あっさりとパスカット。
ラキティッチと味方の動きがいい。まだまだです。このボールは止めただけ。クリアできるか。さっきのシュートは惜しかったですね。もう少し内側なら入っていました。グリーズマン、ここはジョルディ・アルバ、縦をつくでしょうか。中を確認したい。ここはインターセプト、しっかり予測していました。ドニー・ファンデベーク、タディ、前を見たい。ゴール決まりました。いやこの突破は止められないでしょう。素晴らしい抜け出しからしっかりと決めました。この選手は常にディフェンスの裏を狙っていますね。こちらのカメラからの映像です。大量リードの試合となっています。バルセロナがボールを失いました。これは相手にパスしてしまいました。ラキティッチがスルーパスを通した。これはオフサイド。この判定は大きい。ベンチに下がるのはリオネル・メッシです。ブリント、ドニー・ファンデベーク、ダレイ・ブリント、今日はパスがつながります。サッカーの基本ですね。みんなでしっかりつないでいます。このパスは読んでいました。パスをサイドに送ります。ドゥシャン・タディッチ、ファンデベーク、マリン、ここは抜いてくるのか。絶好のチャンスである1対1でしたが、決定力が足りません。そうですね、あそこで決められないのはかなりもったいないですよ。ドニー・ファンデベーク、バルセロナパスをつなげない。スペースへのボール、ハキム・ツィエク、キーパーが飛びついて止めた。いいタイミングで飛び込みましたね。中に入れた。いいボールを入れてきましたが、ここはクリア。スタジアムの雰囲気はピークに達しています。福西さん、選手にとってはありがたい声援ですね。はい、疲れも吹き飛びそうです。ドゥシャン・タディッチ、マルティネス、ブリント、マリン、何を狙うのか。ピケ、セルジオ・ブスケス、ジョルディ・アルバ、ビダリ、アントワーヌ・グリーズマン。試合終了を意識し始める時間帯に入ってきました。福西さん、チームは未だ相手にリードを許したままですね。はい、苦しい状況ですが、バルセロナの底力を考えればこのまま終わることはないと思いますよ。いい位置です。うまいパス、バーで跳ね返った。ここは大きく蹴り出しました。ピンチを免れました。マルティネス、タディッチ、ブリント、ファンデベーク、ファンデベーク、レレス、セークエ、タディッチ、決定機にもなりかねない。試合終了のホイッスルが吹かれました。試合も終わりを迎えましたが、内容も結果も大きな差がついた一戦となりました。勝っている側は手を緩めても良さそうでしたが、容赦なしでしたね。
ドゥシャン・タディッチ。これはよく見ていた。ここでこの試合最初のゴールが入りました。勢いづいてきましたね。この先制点を大事にしていて、ここ入ってきたぞ。ゴールを狙う。ゴールです。これで2点リードするゴールが決まりました。かなりきつい状況になります。アントワーヌ・グリーズマン。グリーズマン、これはもう間違いない。スアレス、いい流れで来てますから、この機を逃さないようにしないといけません。前のスペースを狙う。これは危ない。入りました。試合はまだ中盤ですが、さらに点差が開いてしまいました。タディッチ、走り込んだ味方にスーパース。タグリアフト、入った。ゴール決まった。アヤックス、タディッチ前を見たい。決まりました。いやー、この突破は止められないでしょう。